やっほー、田上れなです。今日はちょっと早起きして気分良かったからネイル変えようと思って、ずっともう1ヶ月半とか2ヶ月しか変えてなかったから変えようかなと思って予約しました。で、4時半しか予約取れなくて4時半に予約したんですけど、爆睡してて結局早起きの意味ねって感じなんですけど、まあいいですね、その日もあって。なので私の休日の1日を見てください。朝ちょっと外出てたんだけど、マジで寒い。いきなり寒タイムのマジでやめてくんないって感じなんだけど、マジで本当に寒い。ダウン着てたもん普通に。まあでもね、こんなの序の口って感じで、まだまだお腹は出すし足は出すんだけど、あのネイルまでは自転車で行くので、さすがにね、スカートじゃパンツ丸見え状態、ノットノットってことで、ズボン履くんだけど、上は何にしようかな、今妄想中なんですよ、頭の中で。実はね、いつもだいたい髪の毛とかする前に服を選んで妄想するんだけど、ちょっともう先に巻いちゃえと思って、で巻きながら妄想中です。どんなコーデにするか、いつもそんな感じ。あれ、どこ巻いたか忘れた。なんでさ、ブロッキングっていうの、ブロッキングとかしないからさ忘れちゃうんだよね。だから多分同じとこ永遠に巻いてる時もあると思う意味ねえのマジで。セリフはなった下の方ほぼストレートだけど大丈夫そう。ママこうやってね、ちょっと巻いてる風に見えたらね、あーちょっとダメだわ、ダメじゃん、ダメすぎんじゃん。はい、こんな感じで髪の毛終わりなので、ちょっと服を着替えてきます。でちょっと待ってて、すぐ帰ってくるよ、すぐ帰ってくる。かわちい、行ってきます。バイ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 。うーん、かわいそう、いつもこういう気持ちになります。なのでもうこのマンションから抜け出します。走って、脱出成功。まあこれなんでね。着きました。よし、何回だっけ。こんな色も結構可愛かったからさ、バイバイ。お世話になります。じゃあネイルに行ってきます。こんにちは、田上です。終わりました。今回の爪はじゃじゃーん、かわいいです。なんかシンプルだけどかわいいみたいな感じにしました。ということで今からチャリで爆走して帰ります。邪魔しないで。見て、かわいい。見て。うーちゃん見て。ほら、見て。かわいい。うーちゃん、どこ行った？今日の夜ご飯は、二郎系のラーメンを食べに行こうかと思います。で、それを彼氏に言ったら、彼氏も来たいってことだったので、一緒に行くことになりました。二郎系1回だけめっちゃ前に食べたことあるんだけど、味忘れちゃった。なんかあんま美味しくないイメージあったけど、なんか最近流行ってるじゃん多分なったから、二郎系美味しそうだなと思って、ニンニク大好きだし、でちょうど気になってるラーメン屋さんがあったから、そこが二郎系ってことをたまたま知って行こうかなと思ってます。ゴシップガール見てんだけどさ、ゴシップガールってさ、あの高校生の時に見てて、もう一回見てるの、もう一回見直してるって感じ全部で、結末とか、まあ、どんなストーリーかは大体わかるんだけどさ、
すごくね、このドラマ。いろいろすげえの、なんか。ドロドロすぎない？現実世界でもしこの中の、自分がセリーナとかブレアの立場だったら、マジ耐えられんね。本当に生きていけないとこ、この世界では。だから本当に尊敬って感じ。尊敬、尊敬。なんかセリーナっぽくない今日。ごめん。あ、かわいい！そこにいたの。あ、爪もかわいいし、ブーブーちゃんもかわいいし。挟んじゃうよ。ハート。ブーちゃん。ブーちゃん。怒るよ。ジョージの問題すぎる。かわいい、すごい。ニンニク入れよう。でれー。めっちゃ低い匂いする。今日のネイルサロンの匂いする。これ脱ごう。白がなんで白がだから白がトムの確定してるんだ。確定はしてない。トムの確定。ニンニク入れます。ありがとうございます。みんなに多くと気合入れよ。気合入れないと。何でバーチャルこれ、これがジローか。ハピランド。めちゃめちゃ美味しい。パワー。ありがとうございます。かわいい。パワー。髪の毛切れてるのかわいい。これめっちゃ立ってる、無理。失礼しました。さっちゃん応援タイム。この箸使ったら頑張れる。大丈夫。大丈夫、決まってんじゃん。応援してくれ。ニンニク少ない。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。疲れたね、ふーちゃん。走ってきました、ブブと。で、サクを送り迎えっていうか、お見送りしてきた。お風呂入るのめんどくせぇ。頑張るか。いいね。編集している方のルナです。お風呂とか入る前に大体もぐもぐタイムを挟むのが恒例というか、いつもの行事なんですけど、今日はね、ドーナツを食べてますね。はい、こんなダンスをしちゃったりして。で、1個じゃ足りないってことで、絶対1個は足りないの。なので、はい、2つ目です。2つ目はなんかドーナツっていうか、何、なんか中にね、あんこが入ったドーナツみたいな、ちょっともち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 系のなんかドーナツでした。めっちゃ美味しかった。食べたい。あげるとか言ってあげないとかいうやつ。ほんで、なんかもう一個食べたいって怒ってるからの3個目。
この時も罪悪感めちゃめちゃありながらもやっぱ食べたいが勝つので、どうしても食べてますね。やっぱね、食べたいなら食べていいんですよ。これでストレスがたまるぐらいなら食べた方がいいかなとかいう、そういう理由をつけて食べます、私は。はい、もう食べたい時は食べる、食べない時は食べないっていうメリハリをねちゃんとつけたらいいと思いますので、爆食いですよこの日は本当に。好きです。もうお風呂にも入って歯磨きもして、あとはもう寝るだけって感じなので、すっげー眠ってって感じなんですけど、私の今日の一日はこんな感じでした。あ、今日 YouTube 撮ろうって思い立ったっていう計画になかったので、急に今日撮ろうって思い出したから撮ってみた。まあ大してそんな何もしたか、ネイルとラーメン食べ行ってブブちゃんと遊んだりとかして、まあ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 って感じですね。はい、私はいつも休みの日とか、まあちょっと時間に余裕がある日はこんな感じで自分の用事したりとか、彼氏に会ったりとか、犬と遊んだりとか、あとはまあなんかいろいろやってます。はい、ということで明日も3時から予定があるので頑張っていきたいと思います。でまあ明日はまだもうゆっくり寝れるから、今まだってか2時なの、まだ12時ぐらいかと思ってたわ。そう、2時ということでもうちょっと寝ます。そういえば今度12月に韓国にアプデ旅行に行くんですよ。なので楽しみ、それが楽しみで今は生きてるって感じです。はい、で全然ね投稿できてなくて本当にすいません。2週間ぶり3週間ぶりぐらいになると思うんですけど、待ってくれてありがとうございます。目大丈夫？めっちゃ釣り目だよね今日。もともと釣り目猫なんですけど、今日こうやってしてるさ、投稿のしたじゃん、投稿っていうかのしたじゃん、インスタにそれを撮ったんだけど、その時と顔が全然違いすぎるから比較は絶対にしないで、約束約束約束。あ、ちょっと待って、寝る前に待って、ちょっと一個だけ言いたいことがあるんだけど、なんかルナは体験してないんだけど、この前なんか家のドライヤーが勝手についたらしいの、幽霊いる説みたいな、この家に。私たまったもんじゃないよね本当に。俺のそういうの一番嫌いだからさ、マジビビってんの。だから一人でいるときは絶対にブーブーちゃんと一緒にいるし、絶対に隅にいます。部屋の隅にいる、リビングならリビングの隅にいる。もう角何背後から襲ってこられたらたまったもんじゃないから。まあでも殺されたら、殺される前に殺すっていうのがアレン様の教えだから、それはちゃんと守っていきたいと思うんですけど、ちょっともうマジでそれが怖すぎて、本当にエレベーター乗る時も家出る時もなんか何する時も結構待って、幽霊どこにいるんだろうみたいな。でブブちゃんがたまにね変なとこ見たりすんのよ、ね、変なとこ見てなんかキョロキョロしたりとか、そわそわしたりとか、なんか吠えたりとか、ずーっと見てたりとか一点をすんの。マジ怖くね、マジやめてほしいと思って。そういう時だけ敏感女なのねうちの犬は。もうマジでやめてほしい本当に。まあ、いるかわかんないよ、いるかわかんないけど、そんな霊感全くないし、そういう経験もないし、自分は聞くだけ、もう聞いて怖がってもビビりだからさ、でも本当に言うのビビりでマジで無理なの、怖いって言ってもここが家だからしょうがないじゃん、共存してこう。マジで本当にもう優しくしてね、優しくしてるのの前では絶対に怪奇現象を起こさないこと、それはマスト。もうなんかみんなといるときはまだ嫌だけど、まあ、いいけど、一人のときは絶対に起こさないで、本当に。
お願いします、ということで皆さん今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。